イズレル平野城に立つモレの丘イスラエル内の一モレの、球場のイスラム教の打ヒ予言者病モレの丘は、イスラエル北部地区のエズレル平野の北東にある、山地である。モレの丘は、イスラエル北部地区のエズレル平野の北東にある、山地である。海抜は515メートルで、海抜50から100メートルのエズレル平野に対して、目立って立っている。八キロメートル北東には、タボル山が、北には、 ナザレの町が南にはギルボア山がある。ユダヤ人のアフラの町のすぐ東にある。モレはヘブライ語聖書に三回言及があり、創世紀十二章六節、新明紀十一章三十節、執筆七章一節である。創世紀ではアブラムはその地を旅して、シェケム近くのモレの大きな木のところまで来た。とある。執筆期はギデオンのミデヤン人との戦いに関係している。 モレの近くにはアラブ人の村がもともといくつかある。モレの丘はイスラム教のアラブ語ではジェベルダヒと呼ばれていて、この丘の頂上にはダヒ予言者の小さい方の病がある。ありがとうございます。